北海道清里は網走から40キロ東、知床半島の付け根にある町です。面積は402平方キロメートルで、東京都や大阪府の5分の1ほどの広さにおよそ4000人が暮らしています。大規模な畑作が盛んで、小麦やジャガイモ、砂糖の原料になるてんさいを生産しています。景色の美しさが評価され、2016年には日本で最も美しい村連合に加盟しました。清里はお隣の小清水町と斜里町から分かれた町で、その経緯を歴史に残すため、それぞれ一文字ずつもらい、清らかな里を表しています。そんな美しい清里の見どころを順番にご紹介します。上の小池は道道1115号から2キロほど林道を進んだ山奥にあります。周囲は220メートル、水深5メートル、水温は1年を通して8度と低く、倒木が青い水の中で腐らず化石のように沈み、朱色の斑点を持つオショロコマがその隙間を泳ぐ姿は、何とも言えない不思議な美しさです。アイヌ語で神の湖という意味のマシューコ、その伏流水からできているという言い伝えから、神の子池と呼ばれています。風がなく、よく晴れて、真上から日が差すお昼頃は池の青さが際立ちます。浦間州展望台は中標津町との境にある展望台です。弟子屈町にある展望台の反対側になることから、浦間州展望台と呼ばれ、弟子屈側の展望台よりも標高が低いので、霧の発生が少なく、神秘的な景色が望めます。摩周湖は他の湖のように流れ込む川も流れ出す川もありません。また雪解け水も流れ込みますが、水位が変わりません。これは湖の周辺の上の小池などに伏流水が湧き出ているからなのです。湖の周りの木々が青く澄み切った水面にその姿を映す様は、ただ素晴らしいの一言です。桜の滝は春には桜が咲き、夏には桜マスが滝越えのジャンプをすることから、桜の滝と名付けられました。海に下った渓流の女王ヤマメが桜マスと呼ばれ、産卵のために川に戻ってきます。国内では日本海側と北日本で遡上が見られますが、
これだけ大きな滝をジャンプする場所は世界的にも珍しいと言われています。サクラマスは水温が高い時ほど活発で、気温が高かった日の夕方はたくさんのジャンプが見られます。宇宙展望台は市街地から7キロほど入った高台にある展望台です。夜には迫力満点の星空が頭上に広がり、宇宙を身近に感じることができることから名付けられました。夜だけでなく、昼は斜里岳や清里の農村景観も楽しめる場所です。また江南パークゴルフ場やオートキャンプ場が隣接し、コテージやシャワーなどの設備があり、一日中大自然の中で過ごすことができます。ストレートロードは南北に走る14キロの道で、町役場の東側を通る道道857号と町道2000道路の通称です。斜里岳のふもとから始まるまっすぐな道路の先にはオホーツク海が見えます。バイク雑誌にも取り上げられており、ライダーが集まる場所としても知られています。終点まで舗装されている道路ですので、車で行くこともでき、絵に描いたような北海道の風景を撮影できる場所です。小鹿の滝は緑町からさらに20キロ、斜里川林道の奥深く、うっそうと茂る大自然の中にある高さ25メートルの滝です。この滝は上流に川のない不思議な滝で、その秘密は斜里岳の雪解け水が1日3万トンも岩から湧き出し流れ落ちているからなのです。周囲は昼間でも薄暗く、特に夏場の涼しさは格別で、水の音と小鳥たちのさえずりが心を和ませます。このエリアはヒグマの生息区域でもあるので、熊よけの対策をした上でお出かけください。緑ダムは斜里川水系アタクチャ川に建設されました。畑作専用のダムとしては国内でも有数の規模で、ダムの高さは20階建てのビルに相当する73メートル。堤体の上部の長さは345メートルあります。貯められる水の量は東京ドームおよそ6杯分の710万立方メートルです。このダムの水は網走市、越水町、清里町、斜里町の一市三町で畑に水が不足するときに放流されます。
シャリ岳は標高1547メートル、日本百名山の一つです。晴れた日は網走から清里へ向かう道路からも美しい姿を見ることができ、清里のシンボルでもあります。山頂からは道東一円が広く見渡せ、地元ではその美しい山の形から道東のマッターホルンと呼ばれて親しまれています。登山ルートは清里町側の山小屋青岳荘から登るのが一般的です。清里自慢の特産品はジャガイモ焼酎です。日本最北の焼酎工場清里焼酎醸造所は無料で見学でき、樽で1年熟成した北海道清里樽は香りが高く女性にも飲みやすく人気です。焼酎の試飲や特産品の販売は清里情報交流施設キオール道の駅パパスランドサッツルで行っており、町内の飲食店や宿泊施設においてはジャガイモ焼酎を提供しています。またキオールやパパスランドサッツルでは観光情報の発信も行っていますので、お気軽にお立ち寄りください。清里には3つの地区に温泉が湧いており、それぞれ日帰り入浴施設があります。清里地区の清里温泉ホテル緑清草は宿泊施設が伴う温泉施設で、数種類の湯船とサウナがあります。サッツル地区の道の駅パパスランドサッツルは露天風呂が人気で、無料で足湯を楽しむこともできます。緑地区の緑の湯は自然を感じられる露天風呂のほかにも、体の不自由な方も安心して入浴できる設備が整っています。すべての温泉の泉質が違いますので、順番に巡ってみてはいかがでしょうか。清里にはまだまだご紹介できなかった見どころや美味しいものがたくさんあります。世界遺産の知床や阿寒へのアクセスも良く、ゆっくり滞在する場所としても最適です。清里までのアクセスは女満別空港、中標別空港からはどちらもおよそ1時間、釧路空港からもおよそ2時間です。それぞれの空港からレンタカーのご利用がおすすめです。札幌市内や新千歳空港エリアからは車でおよそ6時間かかりますが、網走や釧路への高速バスや JR の特急列車もあります。また苫小牧と小樽には道外からのフェリーも運行されており、バイクやマイカーでゆっくり北海道を回る方にはおすすめです。北海道の中でも特に雄大な景色と自然を感じられる清里町、四季折々の季節が訪れた人の心を引きつけます。ここにしかない魅力を感じに北海道清里へお越しください。